お花の飾りを作るためのお花紙。20色、取りやすいように並べて、レインボーソーダパフェを作ってみました。まず、好きな色のお花紙を選びます。それをくしゃくしゃに揉んで、一度広げてから、透明のプラスチックのコップの中に入れていきます。これでレインボーソーダの完成です。次にいらない紙をくしゃくしゃに丸めていきます。丸くしたらこれをお花紙で包みます。中が透ける場合は二重三重にして包みましょう。包んだ反対側は水のりをつけてしっかりと留めます。これにたっぷりと水のりをつけて、先ほどのレインボーソーダの上にのせます。アイスクリームです。ストローを刺せばレインボークリームソーダの出来上がり。茶色の紙を畳んだら、ところどころにのりをつけて、くるくると巻いていきます。これを2つに切ってチョコスティックの出来上がりです。ストローが刺さっていませんので斜めに切って差し込みます。これだけでは寂しいので飾りを作りましょう。紙を揉んだら手のひらに水のりをつけて転がすようにくるくると丸めていきます。手のひらがサラサラになってきたらこんな丸いボールの出来上がりです。これをくっつけて飾りにしましょう。一度使ったお花紙の一部を使ったり丸めたりして飾り付けるとこんなにカラフルなレインボーソーダパフェが出来上がりました。